両者この一戦に何をかけるか、いってみましょう。なんかワクワクします。ストリートファイターといえばこの人、今日は龍の誕生日です。皆さん水羊羹を食べましょう。投げの選択肢を見せていく。連続技をしっかり決めていく。この端を生かしたい。どうだ。さあこのインパクトは通らず。そうそう、できてる。手を出し合った両者、ここからどう動く。ジャンプ攻撃はバリーで受け止める。ジャストで取っている。お、さあこのまま一気に楽しむことができるか。ここでバーンアウト。試合が動くぞ。バーンアウトしている。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。何か狙ってるんですか。無数発動。そして、あ、これかっこいいやつ。お互い後がない。倒しきる。綺麗に決まりましたね。いいよ、このままいけるよ。いや強すぎません。すごい気迫みたいなの感じます。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。一瞬の油断が命取りですよね。狙いは非常に良かった。いや惜しいな今の。バーンアウトしている。相手にゲージがあるのでそれは気をつけたいところ。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。どうなるんですかねここから。さっきの流れを持ち来てそのままいけ。ドライブ破傷撃ラッシュするか。 KO。 おお、しっかり倒し切りましたね。できなかったことよりもできたことに自信を持っていこう。いや熱い勝負が繰り広げられております。どっちが勝ってもおかしくないと思います。つないできた。投げる。すごくに天才。いけるよ。集中集中。プレイヤー1、ここが勝負。受け止めている。ちょっと何ですか今の。バーンアウトする。終わりかねない。そしてここからが正念場。ナイスナイス。さあどうなる。ダメージは足りるか。フィニッシュ。おお、しっかり倒し切りましたね。プレイヤー2、やり込みは裏切らなかった。もうこんなの誰も勝てないよ。最強です。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。まだまだ戦い足りないようです。よくあるよくある。惜しい。ここでオーバードライブアーツ、これを混ぜることでリズムが変わる。重圧がかかる。さあ壁を背負わせて、もう逃げられず絶妙の攻防。よく見てた。天才か。相手のドライブゲージが回復するまでどれだけ体力を奪えるか。どういうことこれ。ジャストパリー。うまくタイミングを合わせた。スーパーアーツを使っていくわ。出た SA 技。手を出し合った両者、ここからどう動く。 KO。 決まった。嫌なイメージは忘れて切り替えていこう。なんかこう魂のぶつかり合い的なものを感じました。ここは遠くを受け止めながら。やばい。スピニングバードキック。追い詰められてしまった。この感じは名勝負の予感がします。何ですか今の。狙いは良かった。まだいける。まあそういう時もあるよね。バーンアウト。まずいぞ。あとはここでスタン。壁に押し付けられた。なんかこっちが緊張する。はい、ここで SA 発動しているが。やばい。投げを使ってガードを崩す。追い飛びを落とす。すごくに天才。頭上がガラキ。まだのこと SA を発動している。なんかすごい。危ない危ない。KO！ ナイスナイス。かっこいい。勝負は時の運もある。次やったら勝てるさ。めっちゃいい試合でした。またこんな戦いが見たいです。次はどんな試合展開になるのか、どんなドラマが生まれるのか。もう一回戦うんですね。頑張れ。さあ飛び道具を見せて。さあ試合は序盤、どう崩していくか。ここからどう攻めるんですかね。どうだ。さあ壁まで追い込んだ。あまり受け止めている。お、ここで両者のドライブゲージが枯渇している。よく見てた。飛びは通さない。この距離は飛び道具を使う。んーどう KO まで決着ですね。
さあ次も今の調子でいこうか。いやー強い、強すぎるよ。でもまだわからない。受け止めて打たせて取る、鮮やかな差し返し。いいですね。画面端に追い詰めた、ここが大事。何か狙ってるんですかね。これはナイスナイス。あまりにも危険な地上戦を取る。ゲージを使う判断どうなるか。いいですね。勝負の一撃をここで放つ、装填ランカー。大事な指導機すごいですね。入れるか、下がってもいいぞ。ここは玉打ち、ベースを変え、上は KO よ。名勝負プレイヤー2、これは嬉しい勝利。強すぎ、すごい勢いでした。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。さっき負けた方も次はいける。さあドライブラッシュで攻めを継続していく。さあ壁まで追い込んだ。どうなるどうなる、どうだ。中断を見せてきた。意識の外でチャージ成功。渾身のインパクトは届かず、外れちゃった。ここは投げを見せてガードを崩す。体力差はある。さあ中段当てて、時を置き去りにする、倒しきる。ナイスナイス、かっこいい。気にしなくていい、まだ挨拶が終わったようなものだ。今負けちゃった方にも取り返してほしいですね。どちらかが仕掛けていくのか。さあどっちが勝つんでしょうか。追い詰めたこの状況、腕の見せ所だ。どうなるんですかね。ナイスナイス、幸運流水からここでバーンアウト。プレイヤー2、体力はリードしている、無理はしなくていい。この時間帯投げて、両者ナイス。2人ともやる気満々だ。丁寧に。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。インパクト実らず、悪くない、上は見えている。追い詰めたこの状況、腕の見せ所だ。これはダメ。いや惜しいな、今の白熱してます。欲望の大ボス炸裂、ここが正念場だ。すごい、これはもう対応が対策に昇華している。あそこからの逆転はしびれますね。これは気にしなくていい負け、気持ちをリセットして譲らないように。いやどっちも頑張ってて、ナイスファイトって感じでした。この曲は飛び道具を使うドライブマンです。これは狙いはよし、次はいける。惜しい、どうだ。プレイヤー2、ここでドライブゲージを使い切ってしまった。スーパーアーツを使っていくわ。さあ体力と SA ゲージともにゼロに近い、ここからの逆転は厳しいか。見え見えの中段はしっかりガード、ちゃんとガードしてる、すごい。投げ、さあここからそういうこと。エリアマン、画面端のいい状況を作った。何か狙ってるんですかね。これがっつり当たっちゃいましたね。さあスピニングバードキックが刺さる、慎重ですね。KO 決まった。どんまいどんまい、技は当たってるよ。勝負はまだこれからって感じですね。そう、それその強気。ここは投げを見せてガードを崩す。紙一重の勝負だったのでまだまだどうなるか分かりません。実力は拮抗している、小さなミスが命取りになる危険な一戦となっています。なるほど。さあ扉きっちりガードで対応、焦らずどっしり構えている。どういうこと、これ。いいですね。さあスピニングバードキックが刺さる、ここで SA 試合を動かしに行く。今の完璧、装填ランカで大ダメージ、連打を叩き込む。チュンリーってどうやって足鍛えたんだろう。スクワットとかやりまくったんだろうな。いいよいいよ、前に出るか、下がってもいいぞ。これは削れる、決めてった。ナイス、バッチリ。このリズム、 SA ゲージを確認して次も勝とう。なんかこれは勢いがすごいですね。いやー、このまま勝ってしまうでしょうか。どうなんでしょう。
投げる。ここでダメージ、重圧がかかる。いやー、一気に来るんじゃないですかこれは。今のは悪くなかった。めっちゃ惜しい。ドンマイです。おっと、ここで SA 発動。ここからが大事。ラッシュするか。こっからどういくんでしょう。ハイブリッジ、ここでフィニッシュ。決めてった、ナイス。暗い気持ちはすぐに忘れて次の戦いに切り替えよう。めっちゃいい試合でした。またこんな戦いが見たいです。